次の学校は四国ブロック代表でございます、はい、愛媛県愛媛大学教育学部附属小学校です。愛媛大学教育学部附属小学校は6年連続46回目の出場になります。では練習風景を見てみましょう。人口47万の愛媛県松山市、その中心部に今年創立120周年を迎えた愛媛大学教育学部附属小学校はあります。コーラス部は4年生から6年生までの42人。部員たちは合唱練習の前にまず体力作りに励みます。坂本よし子先生はこの学校に赴任して以来ずっとコーラス部の指導に当たってきました。歌う喜び、歌える喜びを部員たちに伝えたいと思っています。坂本先生とコンビを組むのは楠俊明先生。楠先生の指導で部員たちはリズム感を養います。それではですね、愛媛大学教育学部附属小学校の演奏でございます。まずは課題曲、優しい風。指揮は楠俊明先生、ピアノは坂本よし子先生です。